10月24日の宮内庁の定例会見で、池田次長は20日の臨時国会の開会式で起こった珍しい出来事について報告しました。その際、衆議院の額賀議長が誤って自身の式辞を天皇陛下に手渡してしまいました。額賀議長は直接西村長官に謝罪し、さまざまな立場の人々からも宮内庁にお詫びが寄せられました。西村長官は額賀議長に対して温かい言葉をかけ、お気になさらないようにと答えました。しかしながら、謝罪の詳細や天皇陛下の感想については公表されていません。